こんばんばは今日は2014年の第3回全頭模試、高1ですね、高校1年生の数学をやってみます。これ、生徒に質問された問題で、えっ、ー、と、これ、そのまま、プリントコピーしてるだけですけど、えーえー、ただコピーしてるだけですけど、えっ、ー <coughs> えー、と、AB イコール5、BC イコール7、AC イコール8である三角形 ABC の辺 AB 上に AD イコール2となる点 D を取り、三角形 BCD の外接線を K とすると。 1>, で1番、コサイン各 a b c サイン各 a b c の値をそれぞれ求めなさいと。2番、三角形 bcd の面積を求めなさいとで。3番、k の範囲半径を求めなさい。4番、直線 ac と k の c 以外の交点を e とすると。1番、線分 de の長さを求めなさい。2番、線分 be と cd の交点を f とすると。三角形 bdf の面積を求めなさいと。はい、じゃあやってみましょう、別に。 カッコの1、2、3だけ分かればいいと思うんですけども、えっと、まずこれ大雑把な図形ですね。えっと、三角形 ABC があって、5、7、8ですね。えっと、あとは2、3が分かって、点 D ですね。で、ここに、えっと、円が,円があります。K っていう円がありますよ、と。ですね。はい、じゃあ行きましょう <laughs>。じゃまず1番。 えー、三角形 ABC において予言定理から、も、ま、う、あ、この式は導きます。だから、コサインの各 ABC は7分の1と。じゃあ、s i n 二2乗とコサイン二2乗が1なので、えっ、ー、と、および各 ABC は0度から180度。だから s i n はプラスです。だから、s i n の各 ABC はルートの1マイナスコサインの2乗の各 ABC と。ということで、答えは7分の4ルート3となります。7分の4ルート3と。はい、どんどん行きましょう。で、2番。<laughs> えっと、三角形の BCD が2分の1かけ3かけ7かけ7分の4ルート3。これ公式通りですね。これコサインですよ、サイン。よって答えは6ルート3となります。2番の回答は。で、3番。えー、っと、三角形 BCD において予言定理から CD2 乗イコール3の2乗足す7の2乗引く2倍の3かけ7かけ7分の1が言えます。これコサインですよ。ということで、えー、っと、あとは CD が正だから CD は2ルート13と。 で、三角形 BCD において、正弦定理からで、えーっと、外接線の半径を R とするならば、サインの各 CBD 分の CD が 2R ですよね。で、これで 2R イコールに持ってきてで、R イコールに持ってきてください。回答、12分の7ルート39。これが外接線の半径です。12分の7ルート39。いいですか。<laughs> で、次、4番。4番、ちょっとややこしいんですけども。 AD が 2BC が3で三角形 BCD が6ルート3だったら比、えー、からして面積比も2対3だから、えー、と三角形 ACD は4ルート3とですねえっ、ー、とそれで予言定理から予言定理から <coughs>、えー、と4ルート3イコール2分の1かける8かけ2ルート13かけサインの各 ACD が言えるとですねで これでサイン ACD イコールに持ってきてください。じゃあサインの ACD は2ルート13分のルート3と。これがあと使えるんですけども。で、制限定理からサインの各 ACD 分の、B、d d か。サインの各 ACD 分の de が2ある。ということで、それぞれ値を代入してください。で、これで de の答えが出ます。de が4分の7となります。で、最後は、このイメージですね。えっ、ー、と、 えと4の2なんだけど結局ですねこの面積求めるんですねこの面積をこの面積をさっき1番はここでこれ求めるんですよこれ求めるとで今度これ求めるんだけどえっ、ー、とねちょっと色塗ろうか今から求めるのこの赤ですよ今から求めるの赤なんだけど今から塗る黒黒の面黒のところと掃除って分かりますかねこれが掃除関係ですよねなんでかっていうと これ説明した方がいいんだけど、えっ、ー、と、等しい子、もしくは同じ子に対する、えっ、ー、と、円周角、円周角。だから、これとこれ等しいと。あとも、体調角も等しいと。まあ、あ当然、これとこれも等しいんですけども。だから、掃除と。対応するのは、これ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 と。で、長さが3と、この CE が出ますので、CE が出ますので、それで、えっ、ー、と、なんていうの掃除比が出ます。 今から CE を出すんですけども、方べきの定理で2、2×5 イコール、これ X にして、X、X×8 で、X を出せばいいです。じゃあ、AE が出て、当然 CE も出ます。じゃあ、D、DB と CE で掃除比、赤と黒の三角形の掃除比が出ます。ですね。その流れできいきます。 じゃあ AE イコール X と置くと、方べきの定理から 2×2 たす3イコール X×8。っていうことで X が4分の5。つまり AE が4分の5。ということは CE は4分の27と。で、またメネラウスからですね、メネラウスの定理で、メネラウスの定理で、えっとね、これとこれを出しましょうか。これとこれ。これ、もともと長さが2ルート、2ルート13だから、それを何対何に内分してるかを調べるために、こう持ってきます。メネラウスの定理。 A、C、D、B、F、E となります。じゃあ今、長さこうですね。ということは、メネラウスの定理から、これ×これ×これが1と。いいですかこの、この図からしてですよ。いいですか。ということで、FD と CF は1対9になります。FD と CF は,は1対9。だからこれ、1対9ですね。だイメージ的にこんな感じです。2ルート13を1対9に内分しているから、DF は5分のルート13。 CF は5分の9ルート13と。で、また、さっき言ったように、3×BDF と 3×CF は掃除。で、掃除比は3対4分の27、つまり4対9が言えます。4対9。四対九が言えるんだから、じゃあ、最後、さっきの、えっ、ー、と、赤、赤い面積と黒い面積ですよ。さっきのこれ、これですよ。<coughs> さっきのこれ、これですよ。赤の面積と黒の面積は掃除だから、じゃあ一応こうなります。で、 BF と、えっ、ー、と、これと、これか。これとこれが4対9。掃除して4対9なんだから、4対9ってことは、CF 出ましたんで、BF も出しましょう。じゃあ、BF は計算上、えっ、ー、と、5分の4ルート13になります。 であとこの、この角とこの角、等しいですよね。サインはこ,これのサイン出してますの、ね、で、じゃあこれのサインと、じゃあこれのサインはここのサインと一緒なんで、じゃあ BF が出たら、もうこれで三角形の面積出ますね。サインが分かって、3と BF の長さ、BD の長さと BF の長さ分かってるので、じゃあ以上からと。三角形 BDF イコール2分の1かけ3かけ5分の4ルート13かける2ルート13分のルート3と。っていうことで、5分の3ルート3、これは回答です。5分の3ルート3。 よろしいでしょうか。はい、じゃあ、以上です。